で、クイーンの方にレイジを打ちつつ、ここ、ロイちゃんの方にもレイジをかけて、レイジロイちゃん、ユニコーンで伸ばしていきます。ここフリーズかけて。次はドメイト14です。今回はクイーンウォーカーズ VS ユニコーンズラブ戦を見ていきたいと思います。この大会がね、本赤以外は入れちゃいけないっていうルールだったので、サブ枠を入れて撮影することができなかったのでね、あたかもライブで見てる感を出しつつ解説していこうかなと、実況していこうかなと思ってます。まあ順番にね、1から順に攻撃があった順に見ていって、結果どうなるのかっていうのね、まあちょっと他の国ではね、配信されてるので、経過知ってる方もいるかもしれませんが、あたかもそんな感じでやっていきたいと思います。はい。さあ、早速やっていきましょう。はい、早速やっていきましょう。先行はユニコーン側からですね。父の、まあ、いわゆる天才のサービス終了編成でしょうか。速エクを一発残していって、ゴーレム3体、ネクロ9体、スーパーウィザードが8体という、そういう編成。これとアイゴレをガーッと出していって、スーパーウィザードネクロを後ろにつけていく。まあ、やってることが単純なので、サービス終了って名付けられた編成ですね。さあここからウッドランチャーを添えてタウンホールの方に一直線、まあ、タウンホールと反対側のサイドなんでね、まあ、ユニットたちがしっかり誘導されなきゃいけないのでジャンプで結構確実にウッドランチャーで穴を開けることはできるんですけど、まあ、そんなの待ってる間にねユニットガンゾレするしどんどん先行してしまうのでまず一発目はジャンプをかけていくという感じですね。で穴を開けて奥のタウンホールへの道を作ってきました。外周部はしっかりネクロとスーパーウィザードが待ってますね。おっと、ただここ直した大工が強いですね。水塔を直したことにより、ウィザードの塔が直り、なおかつ上のサイドが削れてきましたね。そしてここでクエイクをかけることで確実にタウンホールの方へ穴を開けていくと。まあ、攻める前だと分かんないというところで、これ保険のクエイクで穴開けを延長させていった感じですかね。さあ、フリーズ。クイーンの方はしっかりタウンホールの方に誘導できそう。出てきたイエティもタウンホールの方へ誘導されてきました。ただ、ポイズンね、強くなりましたからね。ここで一気に消えていって、ポイズンがかなりのスピードで溶けていきます。HP がどんどん落ちていきますね。キングとクイーンがもうレッドゲージ、イエティも消えていって、ミニイエティもね、このポイズン入ると飛びづらくなったんで、ほら、結局打てずに終わりましたね。さあ、かなりこのポイズン効果が効いている模様。だが、しかし、ここでロイヤルチャンピオンの能力、ポイズン効果で発火されましたね。さあ、これは、まあ、4ヒーロー残っての、まあ、ウィズ島が結局残りましたね。あの大工によって直されたウィズ島が、まあ、そこそこの HP に回復していっての防衛だったんですが、4ヒーローが残って前回とサービス終了の強さが出た感じでしたね。さあ続けて後攻クイーンウォーカーズ側ですね。見ていきましょう。スタドラ中華式ですね。まあ今まで通り、まあ、普通のスタドラアタックですね。まずはバルーンを出して突撃感を出していきます。かなり浅めにかけていったので手前に落としていきましたね、まあ、手前の施設も切りたいっていう意味合いもありますかね。これはさあイエティのミニイエティによってクロスボウまで折れていく。援軍も釣れたのでいいですね。どうでしょうこれ、この角度で援軍釣れるの大きいな。なるほど、なんか落ちましたね。さあ援軍を早めに外で処理ができると。で穴開けしていきましたね。バコン。さあ、オールもつけつついるので、まあ、そこそこ処理は早かった模様。ヒーラーをここでかけていきます。これちょっとウォーデンの方に HP 削られてるのが気になりますね。あ、オールが。2層目ついで、次の区画へ誘導する準備ができていきました。うん、ここはホーミング絶対投げたいところですね。このタイミングでウィズトを壊してクロスの方進むと熱い、このバルーン。激熱なホーミングチェックができる。あー、ホーミングチェックで完璧ですね。で、レイジン乗せて、奥まで。ないんですね。ただ、このバルーンがもう一層チェックしてくれるという。ないんですね。そして、穴開けといた方に誘導されていく。もう一層開けることで繋いでいきます。ペッカを流し込みつつ、スーパーウィザードもつけて、クイーン部隊と合流していくと。クイーンはちょっと内側にちょっと入りそう、体が。さあ、ここはフリーズをかけてスーパーウィザードの延命をしていきます。さあ、レイジをかけてヒーラーがしっかりスイッチしたので、スーパーウィザード回復してきましたね。さあ、ペッカたちにもヒーラーがスイッチ。クイーンはしっかり内側入ってきました。さあ、リクスケはかなり処理できたかな、これで。4本になったんですか、14から。
さあスーパーウィザードはマルチアティを受けていますが、数体のみ。ここでマルチをかけていって、中心マルチも受ける展開。さあジャンプをかけて、これはターンホールに向けつつ、まあラストこの区画進んでいこうというプランですね。ここでトーム。さあペッカがターンホールの方に向かうか、これは。向かいましたね。ターンをレイジでへし折っていく。ロイヤルチャンピオンを裏から出していく。中心部ダブルヒーローのところにスーパーウィザードとクイーンが連なっておりますが、ちょっとこれポイズン効果によって移動速度がかなり遅延されて合流が遅くなってます。あー、バーバリアンのババが一瞬で溶けていき、ペッカもそこそこに HP 削られましたね。あー、ブーメランは処理しつつ、さあこれはフリーズが一発あるので全開はいけそうかどうか、時間がギリギリですっていう感じです。さあウィザードの塔にクロークを打っていくんですが、回り回って結果的にはちょっとワンテンポ早かったロイヤルチャンピオンのブーメランが時間切れまでなってしまったが、これ 99% 残念。さあ続けて2人目ユニコーンズラブガーですね。クイヒーディガー、シンメトリーの配置っぽく見せかけのここ1マスずれて穴が開いてしまっているというところですね。さあ果たしてどう機能していくのでしょうか。スニーゴブとアーチャーでのサイドカット、ウィザードまで使って綺麗に作っていきます。さあヒーラーを殺す用のバルーンが全て飛び散ってきました。オールさんは一瞬で死にましたね悲しみのオール。オーデンのねライフオーラーがないのでホーミング一発で死ぬって感じですね。ライフオーラーがあると一発耐えれるんですけど、さあここでホーミングチェックをしていきますがヒットせず、ここでストライカー2体登場ですね。さあここで援軍を釣っていくと、アイゴレ3体の登場でございます。あ、リクスケがストライカーによって解除されていきました。これちょっと痛い。そしてこのガーゴイルめちゃくちゃ効いてますね。ガゴ強いな、これすごくいいカットで、逆サイドもスニゴボ使って綺麗にカット。さあキング部隊スタートしました。タウンホールに向けてディガーが飛んできます。ネット買っていく。さあリクスケルトンがここで反応していきますが、先ほど1個剥がせたの大きいですね。でもう1個登場、バネは大量に飛んでいき、ここでトーム。さあクイーンの方、これ対空砲にちょっとヒーラーが撃たれてしまっていますが、一発のみで終わると。さあさらにここからポイズンゾーン、このタウンのポイズンによってユニットはウォーデンがそこそこに削られていきますね。さあ対空砲が痛いのでヒーラーをリーズをかけていきましたが、中心部トルネードによって少し遅延されています。うまいですねこれ、エアスイによって左に寄せていって、クイーンの方は落とされていくと。まあ狙い通りの防衛ですかねこれは。撃たされていく。これはねお誘い通りのようですね。素晴らしいアタック、違う防衛、読み切っての防衛ですね。このイーグルテスラ周りもかなり強いですね。イーグルが最後に残っていってストップと。80ちょいですね。82までいきそうかな。ウォールブレーカー奥の方を蹴っていきました。さあ82まで伸びていきましたが、ここからイーグルによって焼かれていって終了と。これはすごく狙い通りの防衛でうまかったですね。さあ続けてガッククイーラッバー、これがねめちゃめちゃわかるんだよな。俺もそれで攻めようと思ったっていうプランで攻めててめっちゃわかるわこれ。さあキングを展開していって、キングでターンホールを狙っていきます。でクイーンを使ってここサイドカットすることでキングを内側に誘導していくと。めちゃめちゃわかる。僕もこのプランで攻める予定でした。ちなみにウォールブレーカーがね、こっちつけようと思ったんですけど、こっちに火ついてしまうと、これが大誤算。バルキリーを添えたのうまかったですね。バルキリーを添えたことによって、リックスキルトンたくさんあったんですが、処理することができました。でここ残ってしまうのを見て、ロイヤルチャンピオンを刺していく判断。さあ、援軍細かいですね。さあ、ポイズンをロイヤルチャンピオンの方にかけていきました。さあ、ストライカーはロイちゃんの方で処理できそうかどうか。さあブーメランを打っていって、その辺は一層
ックインはちょっとね、狙ってた区画の隣の区画に入ってしまったんですが、ジャンプで修正していきます。ジャンプでこのマルチ IT の部屋に入ってしまうと、ここ、投石機だったり、あ、イグラ出ねえか。まあ、この辺、ロイちゃんの処理とかもできそうなんでね、クロスを二人がかりで直しております。さあ、いい形。ラバからのボマーで、このマルチ IT を追っていく狙いですね。お、オーデンもここまでつけてきた。めっちゃわかるわ。さあ、ラバルスタート。ストライカーは一体だけ入っているので、まあ、クイーンで、倒せなそうですね。これ空の方で反応しちゃいましたね。さあクロークを使ってキングを処理しつつ、ただクイーンがね真ん中貫いちゃったんで、さあリッククロスの竹を取ってるので、これストライカーしっかり刺さりましたね。1体だけなんですが、ロイヤルチャンピオンを打ち抜いていきます。さあ残るは3軸角なんですが、トームと呪文がフリーズ、インビジュールヘイストと大量残ってますね。ここでトーム、ボマーだったりクイーンだったりにかかるタイミングでトームかけていきました。ラストフリーズが3発あるんでね、もう打ち放題です。さあここは呪文余していく判断かな。ドカーンドカーン、フリーズ、圧倒的全開ですね。ここまでボーマーが生き残っての全開、お見事、強い。さあ続けてユニコーンズラブがトトさんですね。さあまずはバルーンで大砲を切ろうとしているところ、行ってきましたね。さあここロイヤルチャンピオンにユニコーンをつけて、これタウンホールの方をこれインビジブルクエイクでね壊そうとしてますね。でブーメラン打っていくんですが、それてしまうとタウンが残ってしまい、これはかなりきつい展開。これ面白いですね。タウンホールをね、クエイクとで起動してインビジブルで取っていくっていうのは、まあ、スーサイドラバルとか、まあ、ドラゴン系の編成でよく使われるアタックの一つかなと思うんですけど。さあ、ただ援軍は釣れたので、外で処理ができそうですね。時間はかなりかかりそうですが。さあ、アイゴレ効果で、ここは一旦、時間をかけつつ、さあ、この間にタウンホールが直されていきます。素晴らしい。スーパーウォールブレーカーで拡張を狙ったんですができず、ここでもう一体目のウォールブレーカーで拡張していきました。ヒーラーもここ、アーチャーも全部使ってヒーラー引っ張り用のやつを使っていきましたね。さあこのマルチ IT の区画に入れつつどう展開していくか。これね、タンホロ落ちてないし起動してるっていうのが相当に厄介ですね。かなりきつい。しかも呪文を使っちゃってるんでね、クエイクも。インビジブルをね、ロイちゃん用に持ってきてるのが腐りそうなのが、かなりきついですね。さあ、ウォールブレーカーをつけていって、投石機は壊したいというところ、穴開けしてきました。もう一層つけて、このマルチ IT の部屋とかに入れようと思ってたのかなと思うんですが、どうでしょう。エアスイとかなのかな。エアスイつけて、こっちを動かして、突撃機関真ん中マルチとかだったのかな。わからないですが、まあ、タウンホールは平気で壊していき、クイーンは上に流れていきそう。ラバルは空下から飛んできましたね。イーグルホがね、ドラゴンにターゲット取ってるうちに始めたのはいい展開ですね。インビジブルが3枚あるんですが、なかなか難しいですね。ここからリカバリーするには。さあここでトム、ストライカーはいる？あ、出してないですね。ストライカーは出してないので、クイーンの処理がなかなかできなそう。真ん中マルチも残ってきました。そしてここからストライカー。キングの方向いちゃいましたね。結果的には、大量のエクスキュートがクイーンの方飛んでいきつつ、呪文もたくさんあるんですが、しっかりした防衛ですね。これもね、BBB からもらった配置です。BBB から使ってもらった配置はね、3防衛してますね。全部違う配置で、非常に素晴らしい。さあ、これで終了。80% です。さあ、続けてクイーンウォーカーズ3人目は、おっさんですね。天才のスーサイドラバル。ライトニング8枚ありますが、さあクエイクで起動していきつつ、
クイーンと投石機を追っていきました。キング、クイーン、アイゴレからのロイヤルチャンピオンで、まあ、投石あたりを狙っていくというところなんですが、ここのロイちゃんはさすがに読まれていたがリップスケルトンが登場。これクイーンはタンフォロー狙っているんでしょうが、ちょっと角度が甘かったのとサイドカットがあれでしたね、間に合わず逆サイドに流れていきます。ロイヤルチャンピオンでマルチ狙ってるのかな。あー行かず展開はしますが残ってしまいました。クイーンキングの方もちょっとタウンホールの方には誘導できず、ワンチャン無理ですね。あーでもトルネード解除できたのはいいですね。じゃこれボマーで軌道を見てるのか、それともウォーミングチェックをまずはしていきました。がターンは起動せず、ラバルをスタートしていくかもな。ボーデンをここからつけていって、ターンホールの方は時間で待つのか通り過ぎてボマーで取るのか。さあこれは起動しそうですかね。でもさあストライカー来たんですが、これオールがストライカーを処理してくれましたね。さあここでトームをかければストライカーの方も無視できると。スーパーガゴリの方にポイズンかけてますね。でここで兵器温存できたので、ここから兵器が暴れてくれれば強い。さあただこれ真ん中のマルチ IT とここのロイちゃんの処理もなかなか難しいですね。さあすばいいタイミングで出したんですが届くか。ロイちゃんの方にストライカー自体は刺さってるんですが途中で潰されてきました。さあ援軍はドラゴン、処理はできているんですが届かず、マルチ IT と大工のところがかなりきついですね。防衛されてきましたが、最近結構ねヒーローパート星さん結構タウンじゃないとこを突撃だったりでやってタウンを取りに行くことが多いんですが、結構最近タウンが取れてない印象ですね。ただでもパーセント自体は相当に伸びましたね、あの状況から、まあ、取れてれば取れたでしょうというところなんでしょうが、絶対言ってるね。取れたらいけてたってずっと言ってます、きっと。さあこれタイマンどっちが強いんだろう。これ直す大工 VS オールが攻撃を入れていくんですが勝った。オールの方が勝ちましたね、さすがに。大工の直す、あこれ今大工マックスだったかな。これで終了と 92%。 さあユニコーンズラブラーがコマくんですね。スーパーオールブレーカーが2体入ったトツビズ。さあバルーンでホーミングチェックをしていきつつ、マルチ IT クイーンを狙ったトツビズ、しかも援軍処理ができるというところですね。さあ素晴らしい、早いタイミングでインビジブルが置かれていって角度を変えて次はクイーンを狙おうかというバコン。次はこの辺施設を一周して一掃してくれと。さあここで援軍が連れていっていいインビジブルのあれでしたね。さあアーチャーで援軍を引っ張っていきます。あ、届いた。さあもう一回迫撃砲がおかわり、スニーゴブもう引っ張るの諦めましたね。大砲バルーンでカットしていきつつクイーンをつけて、このスニーゴブ仕事した穴開け、もう一回穴開けでこの投石の部屋を狙ってますね。でロイヤルチャンピオンでこのマルチ IT の方を狙っていきます。ポイズンキングがかなり削られている。スーパーゴールブレーカーで穴開けしていくんですが、さあここでトルネードに引っかかってしまいました。ですが結構火力高そうに見えるんですが、キングがあの状況から結構伸びてくれましたね。さあタウンをクイーンが起動していきまして、リクスケ出たんですが速攻でクローク、リクスケルトンをたげる前にタウンホールを壊していきました。さあこれしかもユニコーンが相当に回復してくれますね。さあこのインビジブルによってロイヤルチャンピオンとクイーンで中心部を追っていきました。これ強いな。からのフリーズトム、ストライカーの方にトムがかかってないですね。さあかかってなかったのでここはロイヤルチャンピオン途中で処理を終えてしまいましたが、かなりヘルスは落ちている。イーグルホームが当たっていって、さあここロイヤルチャンピオンの方にフリーズをかけてきました。
が、これガーゴイルで処理ができましたね。さあ残ったここ水とシングルあたりにフリーズかけていくんですが、クイーンがフルヘルスでユニコーンつけて回ってくるぞ。これは強い。これは圧倒的全開ですね。リクパートがかなり強かったですね。本当にラバルは一直線だけという状況を作れたので、それをね作るっていうのが本当にラバルの強いところ、ドッツウィズの強みですね。素晴らしいアタック。さあクラウス、ゴーレムとアイスラバが入った純正かな、純正のラバルですね。インビジブルが2発入ってるので、どういう使い方をするのか。ウッドランチャーが入ってますね。ゴーレムとウッドランチャーで中心マルチあたりまで貫いていこうという形でしょうか。さあゴーレムが登場してきました。ゴーレからのウッドランチャー、しかもウォールブレーカーで穴開けすることによって、まあ、角度違う穴開けをしてきましたね。さあキング、クイーン脱出、キングはキングで逆サイド穴開け、次に開けていきましたね。これロイヤルチャンピオンの勝利を狙ってますね。キングの方はうまい。ちょっとたげられてしまっているので、フリーズかけてウッドランチャーで壊せるかどうかというところなんですが、さあ直されてしまっているので破壊まではいけずと、しかも割れていきました。しかヤクとキングのコンボで穴開けまでできて、マルチ IT の方もプレッシャーかけれそうですね。ロイヤルチャンピオンもそちら走っております。この展開ね、取らなきゃほぼ終わりみたいな状況だったので、今2本こっちがこけてて、あっちが、2本ま、取ってるのか。あ、2本こけてるのか。だからこれ3本目を作っちゃいけなかったので、絶対取りたいところでした。さあ、ロイヤルチャンピオンはインビジュールかけていって、ここストライカーを処理してくれるという、頭のいいプレイング。さあ、ここで、ラバーは生け捕り、アーチャーで引っ張っていきます。ウィズとタイチクロスのところにまずはバルーンを刺していきつつ、逆サイドからラバー、アイラバからですね。アイラバでクイーンとかこの辺のタゲを取りたいというところでしょうか。フリーズをかけてスケルトンを置いていきます。ホームタールなのでちょっと刺さりづらそうですが、投石もちょっとタゲ取ってしまってますね。ストライカーをここから出すことです。スケルトンでタゲを取って、このリクタゲを取ってストライカーで処理していくという二段構え。さあストライカーで処理することができました。タウンホールの方ちょっと寄らないように外周部がかなり施設が流れてきているので、レイジを外周部の方にかけてきましたので、ここでトーム、さあもうタウンホール届ける方を選択してきましたね。タウンの爆破を受けてもいいので、タウンに絶対届いてくれというトーム。さあここで強化されたポイズンによってバルーンがトルネードと一緒にくるくる回りつつ、残ったこのバルーン2体かな、2体が3体か。さあホーミングによって焼かれていきますが、ラストヘイストとストライカーちゃう、ライトニング。さあヘイストをかけて大工の小屋の方へ進めていきます。なんとか降り切ることができそう。降り切ったので施設が治ることはなく、ライトニングを打ち込んで削りを早めて終了。いやーかなり厳しい展開だったんですが、なんとか取り切りましたね。うまかったんですけどね、かなりギリギリな展開でしたね。さあユニコーンズラブ5人目ですね。ワブくん、天才のスーパーネクロ編成です。ライトニング6とクエイクが2発なので、おお、この天才は強いな、美味しいな。クロス2機と投石がおられてきましたね。かなりバリューの高い投石に、ライトニングになってます。さあ早めにクイーンを展開して引っ張っていって、フクロはもうここまでやられるのがテンプレですからね。ピック編成のオールワン。さあスーパーネクロ展開、土下兵士をセットして、まあ、本体はタウンホールの方に進めていきつつ流していくって感じですね。キングたちはウォールブレーカーで穴開けしていきますね。もう一体いるんですが、奥はつかなそうなんで、こっち継ぎ目開けるのかな。継ぎ目ですね。
次目開けてこのシングル IT の方もケアするような泣きをしてきました。さあただ本体に入らないですね。スーパーネクロ全部こっちにいます。もう一匹全部がこのシングル IT の方に向かってしまいましたが、一体 U ターンで中心部に戻る？戻っていく戻っていく。さあストライカーもここ添えていってますが、もうヒーローはもうすでに処理済みと。さあ食い火でターンホール狙いに来た人みたいな展開になっておりますが、さあホーミングでイジトム、形としては結構流れてしまったんですが、流れた方に逆に言うとねスーパーネグロがたくさんいるので、そっちの流れた部隊が強くなってますね。さあ中心貫いたクイーンの方はイーグル砲まで取りつつ、スーパーネクロと普通のネクロ3体がここで合流してますね。さあこっちに流れたスーパーネクロは3体まだ生きてるってことは、全てのスーパーネクロがまだ生きてるんですね。13の火力ですすらね溶けきれなかったのが、14になってもまだ全然溶けきらないっていう、そりゃ13の頃あんだけ強いよなっていうスーパーネクロだな。14の火力ですからね。それでいて4匹全部生き残ってますからね。このやっぱスーパーネクロは強いよ。時間切れがね敵なので、その辺はケアしないといけないんですが、耐久力っていう面においてはね、多分このままのスコアでもなんかステータスでもターンホール15まで強しそうですね。めちゃくちゃ強い。さあラストアタックボクですね、まあ、結果的には前回取らなきゃ負けという展開になってきました。クヒラバラです。プランはいくつか考えたんですが、結局はタントッツを狙っていく判断しました。まずはスニゴブでこのテスラチェックですね。で、ホーミングチェックをしつつ、一旦これに向けていくと。ここにテスラがないことでね、火力が、ホーミングだったら出てるしね。で、援軍を釣っていきつつ、援軍を釣っていきつつ、対地クロスまで。さあ、このポイズン効果によってね、かなりイエティは伸びづらくなりましたね。はい。で、ポイズン。ストライカーもやっぱ弱くなりましたね。ポイズンは結構溜めていいという。うん、結構ね、露骨に弱くなったなと思ってる。溜めていって。で、これラッシーつけたんですけど、ラッシーがね、このスーパーガーゴイルのターゲット取ってくれてるのは、いいですね。今回はね、ロイヤルチャンピオンにユニコーンをつけたかったのと、まあ、ユニコーンをこの辺つけても、あんまりそんな回復クイーンに有効に機能しそうなところがないというのと、マルチ IT を受けてユニコーンが結構 HP を削られるというところで、クイーンはラッシーの選択です。でボムタワーを壊してからウォールブレーカーですね。爆破に巻き込まれるとスーパーウォールブレーカーやられるので。はい。で、穴開けをして、奥、開ける準備をしていきつつ、まあ、角度つけてるので、ね。で、このタイミングで出したので、クイーンが、キングで投石機を狙っていきつつ、クイーンの方、穴開け。で、ロイヤルチャンピオンでガッツリ伸ばしていきます。リークスケが鬼。で、インビジブルで守ってあげて、この間にユニコーンを持ってロイヤルチャンピオン回復してくれますね。で、クイーンの方にレイジ打ちつつ、ここロイちゃんの方にもレイジをかけて、レイジロイちゃんユニコーンで伸ばしていきます。ここフリーズかけて、バンバンバンバーンと。イーグル方まで絶対降りたいというところから3層目ウォールブレイカー。そう、このね、右側を削ればウォールブレイカーこっちつくと思ってたので、ワンチャンロイちゃんの処理できないかなという穴開けだったんですけど、思ったよりね、継ぎ目の方入っちゃったんだよね。真ん中だけは狙いたかったんだけど、テスラが入っちゃったんで、ボールブレーカーそっち行っちゃいましたね。で、このフリーズちょっと外していくと、これもったいないですね。しっかり当てましょう。さあ、クロックを使って誘導していって、こうなるとロイヤルチャンピオンがね、処理できないパターンっていうのがあるので、マクイーンがしっかりこっちに来てくれなかったので、穴開けがちょっとずれちゃったっていうところですね。しっかりトームで投石機のタゲを外していきつつ、ストライカー1体を持ってきてたので、大砲にしっかりフリーズをかけましょう。そのおかげで届いていって、ウィズトのタゲを裏からのバルンで取っていくと。あとは時間だけなんですが、しっかり回収ユニットを散りばめておいて、バランスよくね、配置してたので、時間でも OK と。これで終了と。まあ、なんとか取れてよかったですね。まあ、3層目のボールメーカーがちょっと逸れた時点で、ロイちゃんの処理がかなり遅くなりそうはできないになったので、
そこの対応を考えるだけでした。はい、というわけでね、今回はクイーンオーカーズ VS ユニコーンズラブで13対13のパーセント勝利になっていきました。パーセント自体はね、かなり差があったんですけど、どれか一つでも全開になっていなかったら負けるという星数の方で負けてしまうというね、かなりの接戦になったんじゃないかなと思います。まあ、ターンホール14になって初めての日本戦かな。すごく緊張感はあり、まあ、負けたら嫌だなとか思いながらやってましたね。というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。チャンネル登録をよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。